重野康次から1910年12月6日は、江戸時代末期から明治初期に活躍した漢学者、歴史家。日本で最初に実証主義を提唱した、日本歴史学研究のタイト、また、日本最初の文学博士の一人。通称は幸之助。ス字は、古徳、郷は、聖祭、明けぼの会見無知。康次は安益友、安易とも。1827年。 薩摩国鹿児島郡鹿児島近在坂元村生まれ。1839年、薩摩藩の藩校、増士館に入学。1848年、江戸、昌平校の生徒になり、塩谷党員、安井側兼などの教えを受ける。1857年に、薩摩に帰国するが、同僚の金の使い込みにより、奄美大島に、遠投処分にされ。 その先で、西郷隆盛と出会った。1863年に謝面されて、薩摩に戻り、翌1864年に、増士監視局主任に就任、島津久光の命により、校長予感を表す。岩下方平と共に、撮影戦争の戦後処理に落腕を発揮し、慎吾は、外務職を進められたが学会に進んだ。1868年に、 大阪に移り、私塾生達書院を開いた。生達書院の文科生に、岩崎矢之助がいる。1871年に上京し、1875年以降、大上官製院修士局、修士官にて、修士事業に関わった。1879年、帝国学士院会員。1881年、第二本編年史編纂に参加した。 信頼交渉学派に反を取る歴史学方法論を主張。これに基づき、小島光徳の実在やくす木正重の逸話を否定し、抹殺博士の異名を取った。しかしこのような主張は、川田大王国ら国学系、水戸学系歴史学者との対立を激化させ、後の久米国武筆家事件の原因の一つとなった。1八8八年、帝国大学文科大学教授に就任。 その翌年には、私学会初代会長に就任。この間、1879年の東京学士会員創設と共に会員となり、漢文訓読を廃止音読による中国語教育の水準向上を主張した。また同年来日した、新国のヨウム八式人の王党との交友を契機に、翌年結成された日本最初の本格的アジア主義団体、講和会に参加した。 1889年近代実証史学の立場から赤尾義史実話を表す。それまであった赤尾老子、寺坂信行逃亡説の証拠を論破し、逆に彼が内入りに参加した証となる資料を提示した。それ以来、寺坂逃亡説は口にするものが減ったとされる。1890年、星野久志、久米国武とともに国史がを執筆。 同年9月29日には、貴族院直選議員となった。しかし1892年の久米国滝筆家事件の影響で、茂野は翌年に、定大教授を辞職、修士事業も中止された。1902年3月24日、近景監視校となる。1910年、83歳で没。墓所は、東京都台東区の谷中霊園。幼女の名は、 大久保俊道の長男、俊一に嫁ぐ。小柄だが、身だしなみにうるさく、頭髪や髭も白髪混じりを良しとせず、しばらく染めていた。また、弁が立ち、鉛の多い薩摩弁を避けていたが、鉛は抜けなかった。演説する場合は、人名、地名、年代、数字などを記したものを講演後に、必ず即記者に渡した。隠居を嫌い、歳まで生きるつもりで、 日々衛生に心がけていた。24歳より、冷水用情報を毎朝実行し、老人になってからも健康で目も耳も良く、メガネなしでも7号の活字が読めた。また、冷水用情報の前に4キロメートルの散歩も日課としていた。著書に、精細分発集、精細分離集、精細先生以降があり、茂野博士史学論文集。 全3巻他に一冊も刊行されている。また、書状等が坂口つくもによって、しげの精細宛書家書状、広本しげの精伝としてまとめられ、国立国会図書館に所蔵されている。ありがとうございます。